皆さんこんばんは、リサです。今月もまた恒例の4月の購入品を紹介していこうと思います。まず一つ目、こちらアスリートタブっていうやつです。別に私はアスリートじゃないんですけど、ハードな練習後や大事な試合前に重炭酸湯でボディケアって書いてあります。だから疲れた時になんか使うとすごい疲労を回復するみたいな感じなんで、ちょっと4月は本当にとんでもないぐらいにちょっと忙しかったので、いざという時にこれを使おうと思って買ってきました。早速今このビデオを撮ってる前がちょうどタイの旅行に行く前で、ストック今8本今作りました。すごく疲労しているのでこちらを使ってみたいと思います。2個目はこちら、出ました、朝専用のマスク、サボリーノです。実はこれは2個目になりますね。去年だったかな、これ出てすごく人気になっていろんなとこで売り切れましたよね。 Amazon とか定価以上の価格で売られてたりした時もありましたよね。朝洗顔いらなくてスキンケアも保湿下地にもなるよっていうものなんですけど、冬場はやっぱりスースーするのでちょっと寒いので使ってなかったんですけど、最近めっきり暖かくなってきてまた使うのにいいかなと思ってこちらを購入してみました。これはね、確か私レビューしてたと思うんだけど、レビューしてなかったかな。まあ、朝は顔を洗いすぎない方がいいっていう意見もあると思うんですけど、なので朝パックしながらサポっていこうかなということでこちらもまた買ってみました。3つ目は2つでセットです。こちら、じゃじゃんと、オーキッドピックアップクリームとオーキッドマスクになります。前動画でもあげてすごく私が本当にお気に入りだっていうことで1本動画にもした、あの酵素パックの大容量版になります。あれの場合はプッシュして混ぜるからすごく楽だったんですけど、これは定期的に使うなと思って買いたかったので大容量の現品サイズを購入しました。これはパウダーとクリームを混ぜて作っていくんですけど、中にね、あのスプーンだったりとかがスパチュラになるものが入っているので、他に用意するものは特にないです。で、これが 180g で2500円、こっちが 80g で2500円になってます。でも結構ね、すり切り2杯とか言うから意外と減るのが早いかもしれないです。まあ週1ぐらいで使ってこうかなと思って今使ってるんですけど、結構調子いいのでこのお買い物はすごく良かったかなと思います。次はこちらです。ここのねシールに惹かれて買っちゃいました。じゃじゃん、スチームパワーマスクということでね、意味が全くわからない、何これと思って買ってみました。夜用のリポーのステムスキンナイトリペアマスク、夜用保湿クリームというものになってるみたいですね。これは洗顔して化粧水とか使った後にパール2つ部分を顔全体に広げてそのまま寝るスリーピングパックみたいなものですね。スチームパワーマスク、次の日にもっちり張りを実感って書いてあるので超気になります。同じ種類のこちらリポーの美容液ってものが売ってました。一緒に使うといいみたいな感じで書いてあったんですね。あ、すごいなんかハーブっぽい匂いがする。これはローズマリー油、天然精油の香りですって書いてあります。あ、すごい、え、めっちゃトロッと、あ、でもつけると意外とサラサラだ。うん、あ、私は割とこの匂い好きです。すごいしっとりしてるけど意外と伸びが良くてサラサラしてる感じのトロッとした美容液になりますね。なんかこれをつけた後にさっきのジムパワーマスクをするとすごいいいよってポップには書いてあったので、ダブル使いでやっていきたいと思います。これはすごい楽しみですね。そのお店の同じところで買った、匂い違いで買いました、こちらロールオンタイプの香水ですね。サンタール・エ・ポーテ・オード・トワレのホワイトティーってやつと、リリー・ガーデニアの香り、ユリかな、ユリ系の匂いってあんまり売ってないですよね。うん、あー超いい匂い、これめっちゃいい匂い。そしてこのホワイトティーの方も、こっちはすごいジョー・マローンのなんかのやつにすごい似てる香りがします。私が普段つけてる香水って結構重い感じの香水が多いんで、まあ、春夏に向けて少しライトなものも使っていきたいなということでこちら今回購入してみました。次はですね、スリーコンセプトで読み方合ってますかね、で買ったものになります。試してくださいと一番要望が多かったこちら原牛乳パックね、開けるとこちらが入っております。これはすでに試してみてるんですけど真っ白です。これがウユクリーム、牛乳クリームになりますね。で、ウユクリームはね、ウユクリーム単体でちょっとレビュー動画を撮っていこうと思っているので、そちらをまた見てください。
キーコンセプトいろいろコスメが出てるんですけど、使ったことなかったので今回買ってみました。これはまた縛りメイクしていこうと思うので、その時に詳しくやるのでさらっと紹介していきます。これがロングウェアアイクレヨンで、ボルドーっぽいカラーのやつですね。これはコンシーラーですね。明るい色と暗めの色、こんな感じで、これもスティックタイプでクレヨンみたいな感じのやつですね。アイライナーとかも使うやつかな、なんだったっけ、アンダーアイラッシュですね。アンダーアイラッシュに引くもの、可愛い色です。これもなんかコンシーラーなんですけど、赤みを消すのって、緑系だったり、あとこっちがねピンクっぽい、くすみ飛ばしてくれる感じのカラーなので、こっちもね面白いなと思って買ってみました。アイライナーのブラックですね。でアイブロウペンシル、こちらも買いました。アナスタシアのお気に入りのやつ並みに細くていいなと思って買ってみました。これ使うのすごい楽しみです。そしてこちらポアシルキースティック、毛穴を埋めてくれるスティックみたいな感じですかね。結構サラサラとする感じですね。これなら夏場もいいかなと思って、これもねメイク動画の中で使っていこうと思います。これクリームのチークですね。可愛いです。こういうのナースにこういうの売ってますよね。あとリップは面白い三角形のリップです。可愛い、こう角のところを使ってこういうところを描いていったりすると描けるっていうことで三角になってるみたいですね。こちらこれがピンク、ハイライトとシェーディングですね。ちょっとピンクがかったカラーとシェーディングのカラーになってます。そしてこちらがアイムグッドマスカラ、ブラシが細そうなんで塗りやすそうかなと思って選んで買いました。あと最後がこちらですね、ファンデーション、ナチュラルアイボリーっていうカラーのやつですね。これも楽しみです。あとね、結構ね、マスク、パックも売ってたので買ってみました。スペシャルホワイトニングフェイシャルマスクと、ナーシンフェイシャルマスク。名前で買いましたね。あとは、ウォーターラッピングフェイシャルマスク。なんか、ウォーターラッピングって面白いなと思って。これも買ってみました。気になって買ったのがこちらです。なんか下地としても使えるっていう風にホームページには書いてありましたね。3コンセプトナーシングクリームということで、匂いはね、なんかすごい、そんないい匂いはしないんですけど、すごい保湿してくれたりとか、肌のナーシングって書いてあるのでね、肌にすごくいいんじゃないかなと思って買ってみました。3コンセプトの買い物はこれで全部になります。次はデパコスです。で、デパコスで買ったものはこちら。クッション気になってたんですけど、スノーブルームパーフェクトクッション。SPF50PA3+ 素晴らしいっていうものですね。で、クッションいろんなところから出てるんですけど、アイオペのところが、こう、協力して作ったっていうのがディオールのやつみたいなので、韓国のクッションファンデが好きっていう人はディオールすごくいいんじゃないかなと思います。これで8500円したんですけど、本体と、あともう一個レフィルが付いているので、結構お得なんじゃないかなと思います。これはね、ちょっとクッションのファンデの比較をしたくて買ってきたものになります。そして次が YSL アンクルドポークッション B の10番というものですね。こっちは SPF23PA2+ になりますね。これも比較したかったんですけど、ケースいらなかったのでレフィルだけ買ってきちゃいました。ちなみにケースだけの販売はしてないそうです。これもまた比較していきたいと思います。そして前々から気になってはいたんですが、買ってなかったアイシャドウを買いました。今回は3色買ってきました。こちらの3色になります。1個目がザ・アイシャドウの30番、2個目がザ・アイシャドウの14番、3個目がザ・アイシャドウの69番です。触ってみた感じめちゃくちゃ良かったので、これはメイクで使うのがすごい楽しみです。まあ人気なだけあってめちゃくちゃいいなって思いました。なんかこれ4個だったかな、4個で1つになるパレットがあったんですけど、なんかこの小さいサイズであるのがすごく可愛いなと思ったので、ケースをあえて買わなくてこれだけ買ってきました。今月はいつもよりかなりパックが少なかったかなっていう感じがしますね。そしてまた縛りメイクだったりクッションファンデの比較だったりっていうのをまた動画に上げていこうと思ってるので、ウユクリームも単体で動画にするので、そちらも楽しみにしていてください。というわけで今回は4月の購入品の紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。